オースティン・フリーマン原作ソーンダイク博士の事件簿ニュージャージーのスフィンクスジャービスこの辺りはちょっと変わった地域だなアッパーベッドフォードプレイスに入った時友人のソーンダイクが言ったここはインターナショナルな旅行者特に東洋系の旅行者のための鳥小屋のような場所だブルームズベリーの下宿の窓から見える アジア系やアフリカ系の人々の顔を見ていると、隣接する大英博物館の民族学展示室から溢れ出てきたようだ。私は同意した。ええ。ブルームズベリーにはかなりの数のアフリカ人、日本人、ヒンズー教徒が住んでいるはずです。特にヒンズー教徒が多いですね。私がそう話すと、まるでそれを物語るかのように。 氷の奥の家の一つから朝黒い肌の男が飛び出してきたそして戸惑いながらも早足でこちらに向かって歩き始めた彼の帽子をかぶっていない姿服装はきちんとしていたがその動揺した態度はすぐに私の注意を引きソーンダイクの目にも止まったソーンダイクはこう言った我々の友人が困っているようだ おそこで見知らぬ男は私たちが近づいてくるのを見つけると駆け寄ってきて興奮した口調でこう尋ねた「医者がいるところを教えてくれませんか」ソーンダイクは答えた「私は医者です」「友人もそうです」その男性はソーンダイクの袖をつかみ興奮気味に叫んだ。 一緒に来てください。急いで。お願いします。恐ろしいことが起こったんです。彼は小走りと早歩きの中間のようなペースで私たちをせかし、そのまま進みながら、興奮した様子でこう続けた。全く混乱しているし、怖いんです。全てが奇妙で、突発的で、恐ろしいことなんです。ソーンダイクは言った。 少し落ち着いて、何が起こったのか話してください。動揺した返事が返ってきた。そうします。いとこのディナナートビラムジ。名字は私と同じです。さっき彼の部屋に行ったら、彼が床に横たわり、天井を見つめながら息を吹いていたんです。こんな風に。そして彼は頬を膨らませ、柔らかく息を吹く音を立てた。 彼に話しかけ、手を握りましたが、まるで死人のようでした。ここがその家です。彼は階段を駆け上がり、ちょっと怯えた案内係が見張っている。開いているドアに駆け寄ると、ホールに沿って走り、階段を急ぎ足で登った。彼の後を追って、私たちはかなり暗い2階の廊下に出た。そこには半開きのドアがあり、 使用人とメイドが部屋から聞こえてくるリズミカルないびきの音にイフの表情を浮かべて耳を傾けていた意識を失った男はヴィラムジが言ったように大きく見開いたうつろな目で天井をじっと見つめ息をするたびにわずかに頬を膨らませていたしかしその呼吸は浅くゆっくりとしたものだった ソーンダイクがローマッチで動向を調べている間、私は腕時計でそのタイミングを測っていた。私は手首に指を置き、1、2回、ゆっくりとした鼓動を捉えた。そして脈が止まった。私は言った。亡くなりました。太い動脈のどれかが破裂したに違いない。ソーンダイクが言った。そうみたいだな。 あの年齢でそうなるとは思ってもみなかっただろうが。でも、待て。これは何だ。彼は右の耳を指さしたが、そのくぼみには数滴の血が溜まっていた。そして話しながら、手をそっと死体の頭にかざして、左右に少し動かした。彼は言った。頭蓋骨の底に骨折があり、頭皮に打撲の跡がある。手を振りながら、 信じられない思いで死体を見つめていたヴィラムジに向き直りこう尋ねた「この状況をどうお考えですか?」インド人は呆然と彼を見つめた突然の出来事に彼の脳は麻痺してしまったようだった彼は言った「わからない」「どういう意味ですか?」ソーンダイクは答えた意味するところは頭を強く打ったということです ビラムジはしばらくの間、私の同僚をぼんやりと見つめ続けた。それから突然、ソーン大イの言葉の意味に気づいたようで、興奮して立ち上がり、二人の使用人がうろうろしているドアの方を向いた。彼は尋ねた。いとこと一緒に入ってきた人は、どこに行ったんだ。メイドが言った。彼が出て行くのを見たでしょう。アルバート。 彼がどこへ行ったのか、ビラムジさんに教えてあげてください。彼は恐る恐る部屋に入り、その死体を見つめながら、たどたどしく答えた。彼が出て行く後ろ姿しか見ていませんし、わかっているのは、彼が左へ曲がったということだけです。医者を探しに行ったんでしょう。ソーンダイクが尋ねた。どんな人物かわかりますか 使用人は繰り返した彼の後ろ姿しか見ていません背の低い紳士で黒っぽい服を着て硬いフェルトの帽子をかぶっていました私が知っているのはそれだけですソーンダイクは言ったありがとうもう少し詳しく話を聞きたいことがあるかもしれませんそう言うと彼は使用人をドアまで案内し ドアを閉めてビラムジに向き直った。彼は尋ねた。いとこと一緒にいた人物に、心当たりはありますか彼は答えた。全くありません。いとこがその人と一緒に階段を上がってきて、話をしているのが聞こえました。何を言っているのかは聞き取れなかった。彼らは彼の部屋。この部屋。に入り、私は時折、 彼らの声を聞き取ることができました。およそ15分後、ドアが開いたり閉まったりする音が聞こえ、誰かが下に降りていきました。私は書きかけの手紙を書き終え、宛名を書いた後、いとこにその訪問者が誰なのか聞きに、ここに来ました。ルビーの交渉に来た人かと思ったんです。ソーンダイクは叫んだ。ルビー、どんなルビーですか ビラムジは答えた。大きなルビーです。でも、もちろんあなたは。彼は突然言葉を切り、口を開き、目を見開いてソーンダイクを見つめたまま、しばらく立っていた。それから突然振り返り、死体のそばにひざまずくと、奇妙な、撫でるような、半ばわびるような態度で、まず死体の腰にそっと手をやり、 それから服を脱がせ始めた。すると明らかに原住民の手によるものであろうきれいで柔らかい革のベルトが目に飛び込んできたビラムジは素早く次々とボタンを外しポケットの中を探った彼は小さく激しい調子で叫んだ「ない」「なくなった」「ああ」それはあまり重要なことではないしかし 親愛なるディナナートよ。私の兄弟。友人よ。お前も言ってしまったのか。彼は死んだ男の手を持ち上げ、頬に押し当て、母国語で哀悼の言葉を呟いた。やがて彼は敬虔な態度で手を下ろし、立ち上がり、その表情の変化に私は驚いた。繊細で優しく、洗練された顔が突然、 どう猛で、まがまがしく、執念深い、復讐に燃える怒り狂った顔に変わったのだ。彼は声を荒げた。あの卑劣な男は死ななければならない。この薄汚いろくでなしが、何の呵尺もなく、わずかなルビーのために、ハエを無造作につぶすように、尊い命をつぶしてしまったのだ。やつの後を追って。 この手で締め殺さなければならないのなら、やつは死ぬべきだ。ソーンダイクはビラムジの肩に手を置いた。彼は言った。心から同情しますよ。もし、あなたのいとこが単なる強盗事件として殺害されたのだとしたら、犯人の罪は重く。司法は声高に報復を求めるだろう。殺人の事実はきちんとした捜査によって。 その有無が決定されます。その間に、この正体不明の男が誰なのか、そしていとこと一緒にいる間に、何があったのかを確かめなければなりません。ビラムジは絶望のジェスチャーをした。でも、その男は姿を消し、誰もその姿を見ていません。どうすればいいんだ。ソーンダイクが言った。周囲を見回して、 ここの部屋で何が起こったのか判断してみよう。例えばこれは何ですか彼はドアの近くの隅から小さな革製のものを拾い上げそれをビラムジに手渡したインド人は熱心にそれを手に取りこう叫んだいとこがルビーを入れていた小さな袋だそれで彼はベルトからそれを取り出したんです私は言った。 ひょっとして、落としたんじゃないですか。あっという間にビラムジは膝をついて床を覗き込み、手探りで探した。ソーンダイクと私も捜索に加わった。しかし予想通り、テーブルの下から帽子を拾い上げた以外には、ルビーも、それ以外のものも、どこにも見当たらなかった。ビラムジは意気消沈した様子で立ち上がった。ダメです。 亡くなったんだ。もちろんなくなってあの殺人鬼がここでビラムジの視線がテーブルの上に置いた帽子に注がれたこれは誰の帽子ですか彼はソーンダイクの帽子と私の帽子が置かれている椅子をちらっと見たソーンダイクが尋ねたいとこの帽子じゃないのかいいえ違います 彼の帽子も私と同じで、二人で一緒に買ったんです。白いシルクの裏地がついていて、彼のイニシャル DD が金色で入っていました。これは裏地がなく、もっと古い帽子です。犯人の帽子に間違いありません。ソーンダイクは言った。だとしたら、それは非常に重要な事実です。あなたの帽子を見せていただけますか もちろんです。ビラムジはそう答えると、そそくさと、しかし静かな足取りでドアに向かった。彼は静かにドアを閉めて外に出ると、ソーンダイクは古ぼけた帽子を手に取り、素早く死体の頭にかぶせようとした。私が見る限り、それはフィットしているように見えた。ソーンダイクはそれをテーブルの上に置きながら、それを確かめた。彼は言った。 見ての通り、少なくともちゃんとフィットしているなここでビラムジが自分の帽子を持って戻りテーブルの上のもう一方の帽子の横に置いたどちらも黒くて硬いフェルトで一般的なボーラー型で質も良く年代や保存状態の違いはそれほど目立たなかったがビラムジがひっくり返して中を見せると奇妙な帽子は 革のヘッドバンドを除いて裏地がなかったのに対しリラムジのものには白いシルクの裏地があり金色のエンボス文字で持ち主のイニシャルが入っていたソーンダイクは二つの帽子を注意深く見比べた後言った何が起こったのか明らかなようだ二人の男が入ってくるなりテーブルの上に帽子を上向きに置いた 来客の方の帽子は何かの拍子に、おそらくもみ合いの最中に、落とされ、テーブルの下に転がった。そして、見知らぬ男が去り際に、唯一見えた帽子を拾い上げ、自分の帽子とほとんど同じもの、それをかぶったんだ。私は尋ねた。帽子が変わった時の感触の違いに気づかなかったというのは、 むしろ不思議なことではありませんかソーンダイクは答えたそうは思わないもし彼がいつもと違うことに気づいたとしたらおそらく帽子のかぶり方を間違えたのだと思うだろう彼は非常に急いでいて動揺していたはずだ一旦家を出たら間違いの重大さに気づきこそすれ危険を冒してまで戻ろうとはしないだろうそして 彼は続けた。もう少し、詳しく話していただけませんか。いとこが持っていた大きなルビーが、亡くなっているとおっしゃいましたね。ええ。私の部屋へ来ていただければ、そのことをお話ししましょう。その前に、いとこをきちんとベッドに寝かせてあげたいのです。ソーンダイクは言った。思うに、警察が確認するまでは、 死体を動かすべきではありません。ビラムジはしぶしぶ同意した。そうかもしれませんね。彼をそのままにしておくのは冷酷に思えますが、ため息をつきながらドアに向かい、ソーンダイクが二つの帽子を持って後に続いた。ビラムジは、我々が彼の大きなリビングルームに腰を下ろすと、こう言った。いとこも私も、 二人とも宝石に興味があったんです。私は東洋で採れるあらゆる宝石を扱っていますが、リナナートはもっぱらルビーを扱っていました。彼は、その宝石を見極めるのがとても上手で、大きなルビーや質の良いルビーを求めて、定期的にビルマに出かけていました。四ヶ月ほど前、彼はジョー・ビルマのモゴックで、二十八カラットを超える、 完璧なまでに傷がなく、華やかな色をした見事なルビーを手に入れました。それは乱暴にカットされていたのですが、いとこはそれまでに有利な申し出がない限り、再カットするつもりでした。私は尋ねた。その宝石の価値はどれくらいなのでしょう。それは何とも言えません。本当に上質で、完璧な色をした大粒のルビーは、 同じ大きさの最高級ダイヤモンドよりもずっとずっと価値がありますエメラルドを除けばあらゆる宝石の中で最も高価なものです5カラットの上質なルビーは3000ポンドの価値がありますがもちろんサイズが大きくなるにつれてその価値は比例して上がりますディナナートのルビーには5万ポンドが妥当な相場でしょうこの話の間 ソーンダイクは熱心に耳を傾けながら、見知らぬ男の帽子を手のひらでひっくり返し、内側と外側の両方を注意深く観察していた。ビラムジが言葉を終えると、ソーンダイクはこう言った。何が起こったかは、警察に知らせなければなりませんが、私と友人も証人として呼ばれるでしょうから、警察に渡す前に、 この帽子をもう少し詳しく調べたいのです。小さくて硬いブラシを貸してもらえませんか乾いた爪ブラシでもいいです。私たちの相手は快諾した。実際、熱心に、ソーンダイクの堂々とした、目的意識のある態度に感銘を受けたのか、彼は同僚に新しい爪ブラシを渡しながらこう言った。あなたの協力と努力に感謝します。 警察だけに頼ってはいけないのですソーンダイクのやり方には慣れていたのでそれは予想外ではなかったがテーブルの上に一枚のメモ用紙を置き帽子を近づけ払い落とされた埃りがその上に落ちるようにしっかりとしかしゆっくりとブラッシングするソーンダイクをビラムジは息を呑むような興味と少なからぬ驚きを持って見ていた。 あまり手入れが行き届いていない帽子だったので、特にツバのカールの下にブラシを差し込むと、その量はかなりのものだった。ソーンダイクはその紙を小さな包みに折り、外側、と書いて手帳に入れた。リラムジは尋ねた。どうしてそんなことをするんですか埃から何がわかるんですかソーンダイクは答えた。おそらく何もないでしょう。 しかしこの帽子はいとこと一緒にいた男の身元を突き止める唯一の手がかりであり最大限に活用しなければなりません。ホコというのは周囲の物体から切り離された破片の塊に過ぎないもしその物体が珍しいものであればホコは非常に特徴的である粉引き職人やセメント職人の帽子なら簡単に見分けがつくでしょうそう言うと 彼は帽子を逆さにし、川の裏地を下に向けた。ビラムジは叫んだ。ああ、これで何かわかるかもしれない。彼は折りたたまれた伝票を取り出し、熱心に開き始めたため、私たちは一枚一枚系統的に調べた。しかし、それらの伝票は期待外れで、何の情報もないものばかりだった。ほとんどが新聞の切れ端であり、 案内状が12枚ガスストーブの価格表のリーフ N、DON、D, D、W、C、と書かれた住所の跡が残る大きな封筒の一部そして明らかに縦に切り取られた何かのリストの右半分が書かれた紙切れだったこれにはこう書かれていた EL3OZ5DWTS EET-9-HALF-O-Z 私は、その紙をソーンダイクに渡して尋ねた。これを見て何かわかりますか彼はそれを眺め、ノートに書き写しながら答えた。少なくとも、何らかの特徴はある。他のデータと一緒に考えれば、何らかのヒントが得られるはずだ。でも、この紙切れからは何もわからない。 おそらく最も示唆的なのはその数と皆さんも気づいているように帽子の両脇に並べられていたことだろう警察に見せるために見つけたままの状態に戻しておいた方がいい彼が言った意見はあまりピンとこなかったがビラムジがいたため議論するのは得策ではないと思ったまたそのような機会もなかった 我々が帽子を元に戻そうとした時何人かの人物が階段を上ってくるのが分かったその時亡くなった男の部屋のドアを手荒く叩く音が聞こえたビラムジがドアを開けて外に出ると二人の使用人と警官を含む数人が集まっていた警官が言った「ここで何かあったようですねそうなんですか?」ビラムジは答えた ととても恐ろししいことが起きました。でも私よりもお医者さんの方がよくご存知でしょうここで彼はソーンダイクに訴えかけるように目をやったある紳士ディナナーとディラムジ氏がいささか不審な状況の中で死を遂げましたソーンダイクはそう言うと踊り場にいる好奇心旺盛な人々の群れに目をやりこう続けた 現場となった部屋に入っていただければ分かっている限りの事実をお話ししましょうそう言って彼はドアを開けビラムジ警官私と共に部屋に入ったドアを開けると居合わせた人たちが前かがみになり中年の女性が恐怖の叫び声を上げ私たちの後を追って部屋に入ってきた彼女は死体を見て身震いしながら叫んだ これはひどい。さっき来た時に使用人から聞いて、すぐにアルバートに警察を呼ばせたわ。でも、どういうことなのまさかディナナートさんが殺されたとでも、事実を確認した方がいいでしょう。マダム。警官は大きな黒いノートを取り出し、ヘルメットをテーブルの上に置いた。彼はビラムジに向き直った。ビラムジは椅子に座り、 死んだいいとこを見つめていた。どうしてこんなことになったのかあなたが知っていることを教えてくれませんかリラムジはこれまで話してきたことを繰り返したそしてソーンダイクと私は自分たちが知りうるわずかな医学的な情報を伝え警官に名刺を渡したそして死体をベッドに寝かせシーツで覆うのを手伝い 私たちは立ち去ろうとした。リラムジは、我々と温かい握手を交わしながら言った。とても親切にしていただきました。感謝に耐えません。もし何か新しいことを発見したら、お伺いしてもよろしいでしょうか。と控えめに締めくくった。ソーンダイクは答えた。いつでもお越しください。お役に立てることがあれば、お手伝いさせていただきます。 そう言って私たちは出発したのだが下宿人や使用人たちはまだ死体のある部屋の近くにうろついていたので我々は好奇の目で見られながら階段を降りていった私は帰り道を歩きながら行ったもし警察が我々以上の情報を持っていないのならあまり手がかりはないでしょうねソーンダイクは言ったいやしかし この犯罪が,我々がそう考えるのは当然だが単独犯だということを忘れてはならない同じような犯罪はこの半年で4件目だ警察は犯人と推定される人物について何らかの情報を持っているようだが逮捕がなされていない以上大した意味はないだろうしかし今回は新しい証拠がある 帽子の取り違いは警察の役に立つだろう。どんな意味で、どんな証拠になるのですか。第一に、それは急いで出発したことを示唆しており、消息不明の男と犯行を結びつけるように思われる。それから、亡くなった男の帽子をかぶっており、今後もかぶり続けることはないだろうが、それが目撃されて手がかりになるかもしれない。 その帽子は彼によく合っており、大きさもわかっているので、頭の大きさもわかる。最後に、あの男自身の帽子がある。私は言った。警察が、そこから多くの情報を得るとは思えません。彼は言った。おそらくそうだろう。しかし、一つか二つの興味深いヒントが得られた。私は言った。 私には何のヒントもありませんでした。ソーン・ダイクは言った。ならば、我々の簡単な調査を思い出して、発見したことの意味を考えてみることだ。これでひとまず話し合いは終わり、私は製本しておいた報告書の件で書店を訪ねなければならなかったので、ソーン・ダイクとはチチェスター・レンツの角で別れ、一人だけで帰ってもらった。 書店との取引は思ったより時間がかかった。背表紙のレタリングが終わるまで待たなければならなかったからだ。キングスベンチウォークにある我々の部屋に着くと、ソーンダイクはどうやら先日の事件と明らかに関係のある実験の最終段階にいるようだった。顕微鏡がテーブルの上に置かれ、スライドが一枚とその横にもう一枚置かれていた。 ソーンダイクは顕微鏡での調査を終えたようで私が部屋に入ると煙のような色の液体が入った試験管を手にしていた私は言った帽子についたホコリを調べていたのですねこの事件について何か新しい発見はありましたか彼は答えたほんの少しだ繊維やその他の有機物や鉱物の微粒子といった 一般的な埃だ。しかし帽子の内側から23本の毛が取れ両方とも薄茶色で1本ははげた部分の円に見られるような萎縮した短いタイプのものだったそして外側のほこりには明らかに酸化物の状態の鉛の微細な形跡が見られたそれをどう思う私は言ったおそらく 配管工か塗装工でしょう。どちらも考えられるし検討する余地はある」と彼は答えたがその口調からこれが彼の推論ではないことは明らかだったそしてテーブルの端にずらりと並んだ5冊の郵便局要欄から彼がこの問題について仮説を立てただけでなくおそらくそれを肯定も反証もしたのだろうということが分かった。 孫大工にとって「郵便局洋蘭」はお気に入りの資料の一つであり彼がその実用的なページから引き出した興味深い情報の量にこの本の編集者以上に驚いた者はいなかっただろうその時我々の部屋の階段を上る足音が聞こえてきた仕事で訪ねてくるにしては遅い時間だったが遅い時間の訪問客に慣れていないわけでもなく 小さな真鍮のノッカーが鳴らす聞き慣れたノックの音が、この時間外の訪問を説明しているようだった。まるで、ミラー・ケ視のノックのようだ。とソーン・ダイクが言ったとき、彼は部屋を横切ってドアを開けようとした。そして、それはケ視で正しかった。しかし、一人ではなかった。ドアが開くと、ミラーは二人の紳士を連れて入ってきた。 二人ともインド人で、そのうちの一人が知り合いのビラムジだった。ミラーが言った。たぶん、もう少し後で尋ねた方がいいのだろうが、ビラムジは言った。私個人のことではありません。ちょっとお話ししたいことがあるだけで、秘密めいたことは何もありません。私の親戚で、インナーテンプルの学生である。 カンバタ君を紹介してもよろしいですかビラムジの連れは丁寧にお辞儀をした。彼は説明した。ビラムジさんは先ほど私の部屋に来て、この恐ろしい事件について相談されたのですが、偶然あなたの名刺を見せてくれました。彼は、あなたのことを知りませんでしたが、普通の開業医だと思っていたようです。彼は、 自分が天使のような人をもてなしたことに気づきませんでしたしかしあなたの評判の良さを知っていた私は正式な捜査に差し支えない範囲であなたの手を借りることを彼に勧めました神端は慌てて付け加え警視に頭を下げたリラムジは言ったそして私はすぐに彼の忠告に従って行動することに決めました いとこを殺した犯人を確実に罰するために、あらゆる手段を尽くしてください。費用は惜しみません。私は金持ちですし、いとこの財産は私のものになります。ルビーについては、できることなら取り戻してください。復讐。裁きこそ私の求めるものです。卑劣な男を私の手に渡すか、あるいは司法の手に渡せば、 ルビーかその値打ちのあるものを惜しみなく差し上げます。ソーンダイクは言った。そうする必要はありません。このような格別な申し出は無用です。もしこの事件を調査することをお望みならそうしますし、あなたの友人がおっしゃるように、法の執行官の正当な権利を害することなく、私の自由裁量で、あらゆる手段を使います。しかし、 約束はできません。成功を保証することはできません。神端は言った。それは承知しています。あなたがこの件を引き受ければ、できる限りのことを行っていただけることは分かっています。では、私たちはそろそろ失礼しましょう。依頼人が去るとすぐに、ミラーは胸ポケットに手を入れて椅子から立ち上がった。彼は言った。博士。 私が何をしに来たかは想像がつくでしょう。このビラムジ氏の事件を調べるために来たのだが、ビラムジさんから、君がその現場にいて、消息不明の男の帽子を詳しく調べたと聞いたんだ。私もそうだが、そこから得られるものは何一つなかったよ。ソーン・ダイクは言った。私も大したことは得ていないんだ。ミラーは促した。しかし、 君は何かを掴んだようだ。それが単なるヒントだとしてもな。我々は、ほんのわずかな手がかりを掴んだだけなんだ。これが、他の強盗事件と同じ犯人。新聞で、ニュージャージーのスフィンクスと呼ばれている男。であることは疑いようがない。そして、捕まえるのが非常に難しいタイプの犯罪者なんだ。奴は大胆で。 用心深く単独で行動しいかなることにもこだわらない共犯者はおらず毎回殺人を犯すアメリカの警察は一度しかやつに近づけなかったそしてその一度だけが我々に唯一の手がかりを与えてくれたんだソーンダイクが尋ねた「指紋ですか?」そうそれもとてもお粗末なものだ 文様がほほとんどどわからないほど荒いそれにその指紋でさえやつのものである保証はないんだでもいずれにせよ指紋は本人を捕まえるまではあまり役に立たないそれに本人の写真もあるがスナップ写真に過ぎずそれもお粗末なものだこの写真からわかるのはやつがもじゃもじゃの髪と尖ったあごひげを生やしている とというこだだけだしかし身元を確認する目的ではそれは全く価値がないそんな次第だそれで私が言いたいのはこうだ我々はこの男を捕まえたいし君たちも捕まえたい我々は以前一緒に仕事をしたことがあり互いに信頼し合える私はテーブルに自分のカードを並べ 君にも同じように頼むつもりだ。ソーンダイクは言った。でもミラー、何もカードを持っていないんだ。確かな事実が一つもないんだよ。刑事は目に見えてがっかりした。それでも彼は2枚の写真をテーブルの上に置き、ソーンダイクの方に押し合ったので、ソーンダイクはレンズを通して写真を確認し、私に渡した。彼が言った。 文様が非常に不鮮明で、途切れているね。ミラーは言った。そう。この指紋は、ヤスリを使ったり、粗い金属を扱ったりする鍛冶屋のような人たちの指紋に似ているが、非常に粗い表面につけられたものに違いない。それで博士、何か手がかりはないのか。ソーンダイクはしばらく考えていた。彼は言った。 実は一つも確かな事実がないんだ単なる推測に過ぎない意見を言いたくないミラーは明るく答えた「大丈夫だよ」さあ始めてくれそれで結果がどうであれ文句は言わないよソーンダイクはしぶしぶ言った「まあクリフォードリン51番地の借り主について少し調べてみようと思っていたんだ多分。 あなたならもっと簡単にできるだろうし、やってみる価値はあるかもしれない。ミラーは嬉しそうに叫んだ。いいぞ。空気のような何もない場所に、その土地の住所と名前を与えた。ソーンダイクは念を押した。多分、違う名前だろう。ミラーは言った。気にしない。でも、一緒に行かないか。今夜は遅すぎるし。 明日の朝は無理だ。だから、明日の午後にしよう。一人より二人のほうがいい。特に二人目が君ならね。あるいは、三人いたほうがもっといい。と彼は私を一別しながら付け加えた。ソーンダイクはしばらく考えてから、私を見た。彼は尋ねた。どうする、ジャービス。午後は暇だったので。 ソーンダイクがこの特定の場所と消えた犯人とをどう結びつけているのか私もケイシと同じように知りたいと思い喜んで承諾しミラーは明日の午後3時に会う約束をして意気揚々と出て行ったケイシが去ってからしばらくの間私は深い瞑想に浸っていたクリフォードヴィン51番地という住所はあの帽子から得られた 形ののない情報かから浮かび上がってきたのだしかしその接点は何だったのだろうどうやら宛名入りの封筒の断片が手がかりになったようだ。しかしソーンダイクはどうやって N551CLIFFORDSINN につなげたのだろうか私には全く謎だった。その間 ソーンダイクは事務机の前に座っていた。そして私は彼が書いた二通の手紙のうち一通は便箋にもう一通は普通のメモ用紙に書かれていることに気づいたその理由を考えていると彼が立ち上がり切手を張りながら私に言ったこの二通を投函しに出かけようと思うんだフリートストリートの木陰を少し散歩しないか 夜はまだ始まったばかりだよ。フリートストリートの田園風景はどんな時でも私を引きつけますよ。と私は答え、隣の事務所から帽子を取ってきた。二人でキングスベンチウォークを歩き、ミトルコートを通ってフリートストリートに出た。ソーンダイクは手紙をポストに投函すると、しばらく経ったまま、 セントダンスタン協会の塔を見上げていた。彼は尋ねた。ジャービス、君はクリフォードリンに行ったことがあるかい私は答えた。一度もありません。週に平均十数回は一緒に通っていた。しかし、試しに訪れてみても遅くはないでしょう。我々は道路を横切り、クリフォードリンパッセージに入り、 まだ半分開いている門をくぐり、外庭を横切り、ホールの横にあるトンネルのような入り口から、内庭に入ったところでソーンダイクは立ち止まり、古い家を見上げていった。ナンバーフィフティーワン。私は言った。そこが、我々の友人が旗を掲げているところか。彼は抗議した。おいおい、ジャービス。 君には驚いたよ。ミラーと同じくらいひどいね。私はただ、この敷地とベッドフォードプレイスに残された帽子との関連性を示唆したに過ぎない。そのつながりがどのようなものなのか、全くわからない。ジャービス、白氷を踏む思いだ。私が取り組んでいるのは、極めて推測に近い仮説であり、ミラーにヒントを与えるべきじゃなかったのだが、 彼が熱心に協力してくれたことそして彼の指紋が欲しかったことが理由だでも我々はまだ始まりに立ったに過ぎずこれ以上先には進めないかもしれない私は古い家を見上げた最上階以外は真っ暗で明かり取りの窓から部屋の中をせわしなく動き回る人影が見えた我々は玄関に向かい ドアポストに書かれた名前を確認した。一階は写真製版の会社。二階はキャリントンという男が住んでおり、その名前は比較的、新しい白いペンキで塗られた長方形で、ひときわ目立っていたのに対し、三階は、ペンキが色あせて変色していることから判断するに、昔からの住人である、夜勤業者のバート拝礼者であった。 バートは出て行ったよ。とソーンダイクは、私が名前を読み上げると、薄暗い中で気づかなかった。2本の赤いラインを指さした。ということは、この上の行動的な紳士はおそらくハイレで、彼は仕事場だけでなく住居も構えているのだろう。キャリントン氏は何者だろう。しかし、明日には判明するはずだ。そう言って、 彼はクリフォードウィンの職業的な話を切り上げその町の歴史や関連性に話題を移しながらのんびりと散策してインナーテンプルゲートに着くまで彼独特の絵画的な話し方でおしゃべりをした翌朝私たちは午後の時間を空けるために仕事を片付け指示を仰いでいる弁護士を何件か一緒に訪ねたソーンダイクは最後の訪問先 シティの弁護士からセントヘレンプレイスに戻るとある検査精製会社の真鍮のプレートが掲げられたドアの前で立ち止まったそこで彼が自分の名前を告げると年配の男性がカウンターにやってきた彼は言ったグレイソンさんがあなたのために標本をいくつか出してくれましたそれは1トンに30粒ほどで 含有量は重要でないとおっしゃいましたが返却の必要はないと申し上げたいのですそれは価値がありません彼は大きな金庫に向かいそこからキャンバス生地の袋を取り出しカウンターに戻って袋の中身を出したがそれは十数個の大きめの石英の塊とキラキラと輝く黄色の破片だったソーンダイクはそれを手に取ってポケットに入れた アシスタントが尋ねた。「この標本で大丈夫でしょうかこれで完全に目的を果たせる」とソーンダイクは答え標本を手提げバッグに入れ替えソーンダイクはアシスタントに礼を言い「我々は帰路に着いた」私は言った「我々は鉱物学の分野にも進出しているんですね」ソーンダイクは不敵な笑みを浮かべ付け加えた。 サクションポンプも研究の道具として使っているよしかし石英の塊の戦略的な利用法ミサイルとしての利用以外はやがて発展するだろうしその間に研究成果を反映させることもできるだろうその通りだったしかし考えても答えは出なかった3時に警視に連れられて出発した時 そのバッグも一緒にに持ったた。ことに気がついたそしてそのバッグを運ぶことを持ちかけいたずらっぽく微笑みながら私の申し出を受け入れてもらった時そのバッグの重さが石英がまだ中にあることを確信させた「貸し会議室と貸し事務所」とソーンダイクはポーターのロッジに近づくと声に出して呼んだ「それなら入れるだろう」 トーターはジャービス博士と私を知っているからもっと気軽に話してくれるはずだ警視は言った私のことは知らないだろうから目立たないようにするよベルを鳴らすと背の高い帽子をかぶりフロックコートを着た事務的な男が現れた彼は眼鏡越しにソーンダイクと私を見たソーンダイクが言った「こんにちはラーキンさん 空いていい。ててる部屋を教えてくださいどんな部屋ですかラーキンは言ったえー、っと5号室には1階部分がありかなり薄暗ぐらい12号室には小さな2階部分がありますそしてそうだ51号室には立派な1階部分があるんです見返る際まで空室にはなりませんでしたが 借り主のキャリントン氏が急に海外に行かなければならなくなったんです今朝彼から手紙が来て鍵が同封されていました面白い手紙でしたよ彼はポケットから手紙の束を取り出し一通を選んでソーンダイクに手渡したソーンダイクは消し印ロンドン E に目をやり鍵と手紙を取り出して それを開いてミラーと私が見えるように持ったその紙には「バルチック海運会社ワッピング」と印刷された見出しと「エスレス両手彫り」と書かれた見出しがあり手紙は簡潔かつ要点が書かれていた背景突然海外に呼び出されたため51号室の部屋を明け渡します鍵は同封しますが 家賃のことは心配しないい。でください家賃は、私の高価な家具を売却することで十二分に賄えますし余剰金は庭の手すりの塗装に使えるでしょうケーグエー・キャリントンソーンダイクはにこやかに手紙と鍵を封筒に入れこう尋ねた家具はどんな感じですかトーターは微笑んだ部屋を見ていただければわかりますよ 部屋にあっていると思います。静かですかええ、とても静かです。上にはハイレーという夜勤業者がいて、以前はバートハイレーだったんですが、バートは街に出てしまったし、ハイレーも今はあまり仕事をしていないと思います。ソーンダイクが言った。そうだな。ハイレーにはたまに会っていたような気がする。背の高い。 色黒の男だったかな。いいえそれはバートでしょうハイリーは小柄で色白でどちらかというとハゲ上がっていて顔色がかなりいいんですここでラーキンは物知り顔で鼻を軽くたたき小指を立てたそのせいで商売がうまくいかなくなったのかもしれませんねミラーが少し焦ったように口を挟んだ 部屋を見せてもらった方がいいんじゃないか。ソーンダイクが尋ねた。部屋を見てもいいですかラーキンさん。もちろんです。という返事だった。鍵は持っているでしょう。部屋を見てから返してください。と彼はにやりと笑い、付け加えた。家具には気をつけてくださいね。我々が中庭を横切った時、き、警視はこう言った。 どうもキャリントンは逃亡したようだ。それは希望が持てるね。そして我々が玄関を通るときドアの柱に塗られた新しいペンキをチラッと見て彼は続けた。それにここに来てまだ日が浅いようだ。それも希望が持てるね。ソーンダイクが鍵を開けてドアを開けるとミラーは声を上げて笑った。 高価な家具は、小さなキッチンテーブル、ウィンザーチェア、古ぼけたデッキチェアだけだった。キッチンにはガス台、小さな鍋、フライパンがあり、寝室には布団のないキャンプベッド、梱包ケースの上に置かれた洗面器、ウォーター缶があった。警視は叫んだ。おいおい、帽子を残していったぞ。なかなかいい帽子だ。 彼はペグからその帽子を外し、外側をちらっと見て、裏返して中を見た。そして思わず口が開いた。彼は息を呑んだ。偉大なるソロモンイーグル。見えるかジャービス。あの帽子だよ。彼はそれを我々に差し出すと、確かにクラウンの白いシルクの裏地には、金色のエンボス加工が施された。 DB の文字があった。まさに、ビラムジが説明した通りであった。そうだ。ソーンダイクは、ケイシがキッチンの床から食料品店の紙袋を拾い上げ、その中に帽子を入れてみせると、言った。間違いなくミッシングリンクだ。でも、これからどうするんですか。ミラーが叫んだ。やるんだ。ああ。 あの男に首輪をつけてやる。バルチック船はハルとニューカッスルに入港するんだがおそらくやつは知らなかったんだろうしかもかなり遅い船なんだニューカッスルに電報を打って船を係留させバッチャー警部を逮捕に向かわせるつもりだポーターに説明するのは君に任せるよ貴重なヒントをくれてありがとうそう言って 彼は大事な帽子を握りしめながらさっそうと立ち去り、我々は窓から彼が中庭を急いで横切り、裏門を通ってフェッターレーンに飛び出すのを見た。ソーンダイクは言った。ミラーはかなり早とちりだったと思う。その男の人相と、さらに詳しい話を聞くべきだった。私は言った。そうですね。ミラーは、 ラーキンさんとの話を終えるまで待った方がよかったですね。でも、鍵を返せばもっと詳しい話が聞けるでしょう。上の階に住む紳士からもっと詳しい話を聞けるだろうし、今から行って話を聞こうと思う。昨夜、彼に手紙を書いて、W ポルトンと名乗り、夜勤学者としてのアポを取った。万が一尋ねられたら、 君の名前はスティーブンソンだ。次の階への階段を上りながら、私はいつもは素直な同僚の、ちょっとうよ曲折のある仕事ぶりに思いを馳せた。石英の塊を使うのはもう明らかだが、なぜこのような不可解な手段を取ったのだろう。ドアをノックする前に、なぜソーンダイクは、踊り場にあるガスメーターの数値を慎重に見たのだろう。 我々のノックに応えてドアを開けたのは背が低く警戒心の強そうな白いオーバーオールを着たきれいにひげを剃った男が注意深くそしてどちらかといえばいまいましげに我々を見つめたしかしソーンダイクは恩厚そのものだった「はじめましてハイレーさん私の手紙は受け取りましたか?」と彼は手を差し出すと 夜勤技師は冷静に握手した。はい。でも私は排霊ではありません。彼は留守で、私が引き継いでいます。もし引き継ぐものがあれば、彼の仕事を引き継ごうと思っています。私はシャーウッドです。サンプルをお持ちですかソーンダイクはキャンバス袋を取り出し、シャーウッドはそれを受け取ってベンチに置いたまま。 石英の塊を一つ一つ拾ってよく調べたその一方でソーンダイクは部屋の中を素早く確認した壁際には2つのキュペル炉と小さな陶器の釜のような大きめの炉があった狭い棚の上には小さな白い植木鉢のような骨盤のキューペルが何列も並んでいたその近くにはキューペルプレスがありそこに粉状の骨盤を投入し 高圧のプランジャーで圧縮してキューペルを形成する装置であるプレス機のそばには骨盤の入った桶があり通常の細かい粉よりもかなり粗いことに気づいたその粗さに気づいたソーンダイクは桶に近づいて肺に手を入れハンカチで指を拭ったシャーウッドは言ったこれには金はあまり含まれていないようだしかし分析すればわかるだろう これはどうですかソーンダイクはポケットから、鑑定書で選んだ金色に輝く小さな鉱物の塊を取り出した。シャーウッドはそれを受け取り、よく観察した。彼は言った。これはもっと期待できそうだな。かなり価値がありそうだ。ソーンダイクは無表情でこの言葉を受け止めたが、私はシャーウッドを見て驚いた。 この光り輝く鉱物の塊はありふれた大鉄鋼の破片に過ぎなかったからだ学生ならともかく夜勤技師なら騙されないだろうシャーウッドは標本を手にしたまま棚から時計用のレンズを取り出し窓際に移動したそれと同時にソーンダイクはそっとキューペルの棚に歩み寄りキューペルの列に素早く目を走らせたやがて彼は 一つのキューペルに立ち止まり、よく観察し、棚から取り出して指の爪でつまみ始めた。その瞬間、シャーウッドが振り返って彼を見た。一瞬にして、夜勤技師の顔に、怒りと警戒が入り混じった表情が浮かんだ。それを置くんだ。と厳しく命じ、ソーンダイクが指の爪でこすり続けると、彼は激しくこう叫んだ。 聞いてるのか、それを話せソーンダイクは彼の言葉を文字通り受け取りキューペルを床に落としたするとキューペルは無数の破片に砕け散ったのだがそのうちの大きな破片が一つだけ他の破片から離れていたソーンダイクはその破片に飛びつき一瞬のうちにそれを拾い上げたが私はそれが焼けただれた歯だと分かった それからしばらくの間、奇妙でドラマチックな沈黙が続いた。ソーンダイクは指と親指の間に歯を挟み、夜勤技師の目をじっと見つめた。夜勤技師は死体のように青ざめ、ソーンダイクを睨みつけ、いそいそとオーバーオールのボタンを外した。突然、静寂が鉄道事故の衝突音のような混乱に包まれた。シャーウッドの右手が、 オオーバーオーバルの下に潜り込んだ。その瞬間ソーンダイクはもう一つのキューペルを取り上げ狙いを定めて投げつけたそしてそれを投げつけると同時に前方に飛び出し素早くアッパーカットをお見舞いしたけたたましい音がして白い粉塵が舞い上がり自動拳銃が床に叩きつけられた私はピストルを取り上げ友人のもとへ駆け寄った しかし、その必要はなかった。ソーンダイクは、その強力な腕力と驚異的なテクニックで、ノックアウトブローの効果もさることながら、この男を動けなくしてしまったのだ。ジャービス、紐がないか探してくれ。と彼はこの状況にはそぐわないような、落ち着いた静かな口調で言った。実験室の片隅に紐のついた箱がいくつか置いてあったので。 これは何の問題もなかった。そのうちの1本で倒れている男の腕を縛りもう1本で膝と足首を縛ったソーンダイクは言った「さて下調べをするから手を貸してくれまずベルトをしているかどうか確認しよう」ウエストコートのボタンを外しシャツを託し上げると革製のポケットがいくつかついた幅広のベルトが現れたので。 シャーウッドの腫れ上がった唇からあふれ出る脅しや罵声にかまわず彼はボタンのついたフラップを注意深く触ったフロントポケットから背中へと進み身動きできない体の下に手を入れて探った彼は突然叫んだ「ああそのままひっくり返してかかとを見てくれ」我々は捕まえた男を横倒しにしソーンダイクがウサギの皮を剥ぐ 中央のポケットが見えてきたところでボタンを外し指を差し込んだそうだこれが探しているものだと彼は続けた彼が指を引き抜くとその指の間に小さな和紙の包みが挟まれていた彼が最後の折り目をめくると素晴らしいシンクの輝きが偉大なるルビーが見つかったことを教えてくれたソーンダイクは 手のひらに乗せた見事な宝石を私の方に差し出した。ほら、ジャーヴィス、この美しくまがまがしいものを見てごらん。計り知れない邪悪な可能性を秘めたものだ。そして、それが君のものでないことを神に感謝しよう。彼はそれを再び丁寧に包み、内側のポケットに収めると、こう言った。さあ、ピストルを渡して郵便局に行き。 ミラーを呼び止められれ。るか見てきてきくれ彼に手柄を立ててもらいたいんだ私はピストルを渡すとフェッターレーンに出てフリートストリートまで行き郵便局で緊急メッセージをスコットランドヤードに送った数分後ミラー警視はまだ出発しておらずすぐにクリフォードウィンに向かうとの返事が来たそれから15分後 ミラー警視は車でフェッターズレーンの門までやってきて、私は警視を3階まで案内したところで、ソーンダイクが警視に容疑者を引き合わせ、正式な逮捕に立ち会った。どうやってそう考えるようになったのか、わからないだろう。とソーンダイクは鍵を返した後、帰り道で言った。まあ、不思議ではないよ。最初の証拠は非常に弱いものだったからね。 積み重なったことによって初めて重要な意味を持つようになったんだではその過程を再現してみようかあの古びた帽子が出発点だったまず気づいたのは持ち主が複数いるようだということだったあのようなパッキングが必要なほどフィット感の悪い帽子を新調する人はいないだろうしパッキングの状態からして 頭の短い人がかぶっていた帽子を頭の長い人がかぶっていたのだろうさらに紙切れが示唆していることもあった断片的な住所は N で終わる地名を指しており残りは明らかにロンドン WC であったさて西セントラルの地名で N で終わるものはあるだろうか それは通りでも広場でも裁判所でもなく、バービカンは WC 地区にはない。それはほぼ間違いなく、現存するハンダースのイン・ゴブ・コートか、チャンセリーのいずれかだろう。しかしもちろん、それが帽子の持ち主の住所とは限らない。もう一枚の紙には、EL で終わる単語と、EEP で終わる単語が書かれており、 それらに関連してオンスとペニーウェイトのトロイウェイトで数量が記載されていたしかしトロイウェイトを使うのは貴金属を扱う人だけであるしたがって EL は LEMEL の一部であり、e、は S w EEP は FLOORSWEEP の一部であると推論したこの推論はそれぞれの量 3オンス5ペニーウェイトのルメルと9オンス半のフロアスイープによって裏付けられた私は尋ねたルメルとは何ですかルメルとは宝石商の作業台の上にあるかにたまった金や銀の削りカスの商品名なんだフロアスイープというのはもちろん宝石職人や金細工職人の工房の床で掃き集められたほこりのことだ ルメルは実際の金属であり、その細かさは均一ではないが、スイープは埃と金属の混合物なんだ。どちらも保管され、精錬所に送られ、金と銀が抽出される。この紙は、金の精錬業者か、金在工業者のどちらかと繋がっている。自らを分析技師か夜勤技師と呼ぶかもしれない。この繋がりは、 ガスストーブの価格リストというリーフによって裏付けられた夜勤技師はガスストーブや炉のリストで十分な供給を受けているはずだ帽子の粉塵に鉛の痕跡があったことからもう一つ同じ方向から手がかりが得られたなぜなら鑑識法で測定された菌はキューペルロで鉛と融合するからだ鉛は酸化し酸化物は揮発性であるため 実験室に堆積した粉塵には鉛の痕跡が現れやすい次にすべきことはリストを調べることであったそうしてみるとどの院にも金細工業者はおらず夜勤技師はクリフォードウィンのハイレー氏ただ一人であったしたがってわずかな可能性ではあったがこの帽子とハイレーには何らかのつながりがあると思ったんだこれが 今日の午後出かけた時に我々が得た情報のすべてだったところがクリフォードウィンに着くや否や証拠は雪だるま式に増えていったまずラーキンへの寄付の話があり次に亡くなった帽子の発見があったその帽子を見た途端疑惑は上の階の男に向けられたあの帽子は意図的に置かれたもので ラーキン宛の手紙は偽の足取りを作るための真っ赤な嘘だったのだと確信したんだ。とはいえあの帽子の存在は他の証拠を完全に裏付けた見かけのつながりが本当のつながりであることを示したのだ私は尋ねたしかしなぜ上の階の男を疑ったのですか彼は叫んだジャービス事実を考えてみろ あの帽子は帽子を置いていった男を公手刑にするのに十分なものだったこの聡明で用心深い悪党がこんなバカな間違いを犯すとは考えられない自分が有罪になるための証拠を残して立ち去り誰にでも見つけられるようにしておくなんてしかし消息不明の帽子が2階で発見されたのに対し犯人の帽子が3階で発見されたことを忘れている。 証拠はハイレーの防止であることを示唆していたさて次の段階に進む前にあの指紋のことを思い出してほしいミラーは指紋がザラザラしているのは指紋が付着した表面のせいだと考えていたそれは魚輪船首相感船ソニック乾燥性皮膚炎を患っている人の指紋だったんだよもう一つポイントがある 我々が探していた男は殺人犯だった。彼の人生はすでに終わっていた。このような男にとって、多かれ少なかれ、もう一つの殺人などどうでもよいことだ。もし、この男が偽の足取りを残して、ハイレイの部屋に隠れようとしたのなら、すでにハイレを始末していた可能性が高い。夜勤技師は死体を処理するために、 彼のマッフル炉はどれもミニチュアの火葬場であるだけでなく火葬された死体の残骸骨梅まさに彼の商売の材料の一つなのだから上の階に上がるとまずガスメーターの数値を調べ最近大量のガスが使われたことを確認したそれからシャーウッドと握手をして すぐにかなりひどい魚林船を患っていることがわかったんだそれが最初に確かめたポイントだったそれから彼が実は大鉄工と無色透明の石英の区別がつかないことに気づいた彼は夜勤技師ではなかったんだよ仮面をかぶっていたのだそして桶の中の骨盤には小骨の破片が混ざっていた その中に痴漢の一部が見えた。これは幸運だった。しかしその時点で逮捕を正当化するだけの十分な証拠があった。歯は事件を急展開させるのに役立っただけで私の無言の告発に対する彼の返事はさらなる確証となる証拠を探す手間を省いてくれたのさ私は言った。はっきりしないのは彼がいつ。 何ののたためにハイレーを殺したのかとということです。遺体は完全に骨いになっているのでハイレーは少なくとも死後数日は経っていたに違いないですね。ソーンダイクも同意したその通りだ事件の経過はこうだったのだろう警察はこの男を懸命に探していたが新しい犯罪が起こるたびに彼の立場はますます危うくなったに違いない。 犯罪者は自分が何か証拠を残していないとは断言できないのだからそのため犯罪者はこの国を離れる準備をし万が一居場所を突き止められた場合に備えて隠れ家を確保する必要が出てきたハイレーの部屋はその両方の目的に見事に適していたんだめったに来客のない孤独な男でありおそらくかなりの期間 その男が姿を消すことはないだろうし、その部屋には遺体を迅速かつ完全に処理する手段があった単なる殺人などこの悪党にとっては取るに足らないことなのだハイレーが殺されたのは少なくとも1週間前のことで犯人は死体が灰になるまで次の場所に引っ越さなかったのだろうあの大きな炉と小さな炉があればそう時間はかからないはずだ 新居の準備が整えば犯人は見せかけの失踪を装って後で実際の逃亡をごまかすことができたその見せかけの失踪がいかに見事に誤解を招くものであったかわかるだろうもし警察が一週間後に空き部屋で帽子を発見していたら彼がバルト海の港のどこかに逃亡したことは間違いなかっただろう警察が彼の足取りを追っている間に 彼はフォークストンかサウサンプトンを経由して悠々と逃亡できたはずだそれなら彼がハイレーの部屋に引っ越してきたのはつい最近のことだとお考えですか犯人はおそらく昨夜侵入したのだろうリラムジ殺害は犯人が入手した何らかの情報をもとに計画されたものでそれが達成されるや否や 彼はすぐに偽の足取りを築き始めた。昨日の午後部屋に着くとラーキン宛ての手紙を書きすぐにイーストウェンドに投かに出かけたに違いないそれから彼はおそらくもじゃもじゃの髪を短く刈り上げあごひげと口ひげを反り落としてそうすればラーキンには全く気づかれなくなるだろうハイレの部屋に移り そこから数日後に大陸への船旅に出るために、密かに出発したに違いない。帽子を取り違えるというアクシデントがなければ、間違いなく成功していただろう。毎年8月2日になると、キングスベンチウォーク、護英号室に、サンダルウッドに彫刻を施した大きな箱が届けられる。その箱には、最高級のトリチノポリさんの葉巻が詰められ、 今は亡きクライアントであるビラムジ氏からの温かい手紙が添えられていた8月2日は別名ニュージャージーのスフィンクスとして知られるコーネリアス・バーネットの命日であるニューゲートの処刑場で処刑「はい春の空ですオースチン・フリーマン原作ソーン・ダイク博士の事件簿ニュージャージーのスフィンクス」 の朗読は終了です。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。この動画はいかがだったでしょうかご要望などございましたら、コメント欄にお願いします。よろしければ、チャンネル登録と高評価もお願いします。それでは、次の動画で、再びお会いしましょう。